うだった？猛虎小次郎と遊んだ感触。すげえよ、最後まで俺に食らいついてきたやつはいねえもん。体力も執念も前評判以上だ。間違いなく強敵だと思う。だろうね。けど絶対に負けねえ。この大会では絶対に優勝するって決めてるんだ。それが俺なりの恩返しだからさ。俺が医者からそう宣告されたのはまだ子供の頃だった。生まれつき肺の機能が弱かった俺はジュニアサッカーの試合でもフル出場ができない。そんな俺がプロのサッカー選手になろうだなんて夢のまた夢だ。けど俺は諦めきれなかった。俺にとってサッカーは憧れだったんだ。サッカー選手を目指すきっかけになったのは同じアルゼンチン出身のファンディアスだった。たまたま見に行ったジュニアサッカーの試合で彼はハットトリックを決める大活躍をしたんだ。俺もいつかあんなすごい選手になりたい。その一心で俺は有名な医者に相談しに行った。そして俺は北アルプスの鉱山に移り住んだんだ。薄い空気に体を慣らし肺の弱さを克服するために崖や斜面を必死で駆け回っているうちにスタミナやバランス感覚も鍛えられていった。そんな俺を支えてくれたのが家族だったんだ。うちはもともと貧乏な家だ。俺も働いて稼いだ方がいいに決まってる。けどそんなことは一度も言わずにアルプスでの特訓も借金までして支援してくれた。叶わない可能性の方が高い夢だったかもしれない。それでも家族はただ俺を信じてくれたから。夢を叶えた今だからこそ俺はこの夢の先を家族に見せてやりたいと思ってる。そのためにも絶対に優勝しなきゃならないんだ。ああ、俺はティアソラの力になりたい。お前が俺に居場所をくれたから。ロッシの居場所を俺が？そんなことした記憶はないんだけど。俺は人と喋るのが苦手だ。前のチームもそれが原因で追い出された。移籍してきたこのチームでお前に出会っていなければ俺はおそらくサッカーをやめていただろう。大げさだな。そんなことはない。お前が俺とコンビを組むと言ってくれて嬉しかった。そんな風に言われるとなんか照れるな。俺だけじゃない、チームの全員がお前を支えたいと思って。お前がこれまでにどれほどの努力を重ねて今の実力を身につけたか知らない者はいない。明日の試合は必ず勝つ。もちろんだ。頼んだぜ相棒。